Kanazawa Shihan now shows some important basic elements of self-defense. それからいろんなものがあります。だから今日はこの捕まった時の基本をやります。なぜかというのは基本は前後、左、左右、この4つがこれが基本になっております。 一つは、大体これからこういうようにいくのが、これが基本ですね。これを相手が強いとこ仮定して、ここに手を当てます。そして、これからぐーっとこういうふうに来ます。これから、というふうにしますね。次は、今度は、これアップです。これダウンにします。 これはやはりこれから手をかけておいてグーッと動きます。これがアッパーがストロングですね、スタブ。そういう場合は下に弱いはずですから、これがグーッと来ます。これがあれです、ダウンですね、アッパーにダウン。次は今度は左右です。左右ですか。これからはそう、もう少し痛みが見えるんですけど、これから今度は手をここに合わせますね。手をそしてこれから左右に合わせます。そしてこれバーン当たれば打てばいいですね。ですが、これがバーン、というふうにいきます。今度は、今度はこっちです。この場合はやはり手をこうかけて、こちらがグッと持ってきますね。こういうですか。これを ゆっくり持ってくるから、立てますね。もちろんこれどこ打っても構いませんよ。ですから、はい、もう一回こっち、こう斜めこう、これからですが、アッパー、次はダウン、次はサイド。 次はこちら行って、これがベースですね、基本の中の基本です。これを今度一緒に全部向かい合って練習したいと思います。はい、あとまあサイドですね、あるいはサイドですね。この4ベーシックができますと、 あとはどんな動きでも簡単にできます。なぜならば相手が片手で押さえた場合にはね、もうとっても簡単です。この場合も簡単ですね。こういうオートマティックベーシックできますね。あるいはこれからこういうふうに行けばもうベーシックできますね。逆を取ってます。それからこれからこうベーシックで、それで蹴るとかね、 反対が来た場合同じです。こういうふうにしても、こういうふうに押さえていきますね。これで押さえて歩けばもう大丈夫です。あるいは同じです。これがこう来ればもうこれまで蹴れますね。蹴れます。もうどうにか簡単にもう、簡単にもいきます。 スローインダウンできますね。簡単にできます。だから皆さんはこの4つのベーシックをトレーニングするのが一番大事です。そうすればとっさに捕まった場合にはどういう動きでもオートマティックできてきます。これがやはり空手で言えば、普通の空手の基本練習で言えば空突き、それから逆突きね。 私は前蹴り、前蹴り、そういうのと同じです。基本です。
やはりこの月とこの蹴りができなければ、いや移動記号はできませんね。同じです。この4つを勉強してください。はい、これはね、片手で持たれた場合のスローイングはみんなスローイングになるんですね。もしあなた方が打たなければ、ね、If you got hitting, all you can throw in technique、okay? そうでしょ、これでこういきますでしょ。この時にこの打ってもいいし、打ち上げてもいいですね。あるいはこれがスローイングしてもいいですね。これから逆ですが、これがスローイングしてっていうふうにいけばもうスローイングになります。例えばこれが逆の場合でもそうですね。この場合でも同じです。ですか。これからこう来たら、このままこれでスローイングしますね。痛みのままにしてグーッでいきます。みんなスローイングテクニックなんですね。みんなスローイングテクニックです。あるいははい、これはい、そっちで、これも同じでこうです、ね、こう来たら蹴ってよ、その蹴った足を前についてプッシュすればこれはスローイングテクニックになりますね。だからこれが全10キャンドルスローインテクニックオートマティック、逆転オートマティック。